皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室運営のバイブルのテーマは新規顧客既存顧客1対5の法則についてお話をしたいと思います。ですね、私のところに、いらっしゃる、ご相談にいらっしゃる方の、悩みの、ベストワンはですね、当たり前なんですけど集客なんですよ。で、確かにそれは悩ましい問題だし、そもそも生徒さんがいないと教室としては成り立たないっていうのがあるので、集客はね、大事は大事なんですけども、新規顧客と既存顧客ですね、新規はある程度もちろん入り続けた方がいいと思っているんですよ。なので私はコース制を取ってある程度 の月日で卒業してもらえる、だけど関わりは持ち続けるみたいな、そういうプラットフォームを作ろうっていう作り方でもともと設計していたので、卒業はしてもらいますけど新規はどんどん入れていけるっていう、そういう仕組みを作ってました。でないとですね、既存の方でずっと通ってくださるのはありがたいんですけれども、その通ってくださることによって新規を入れる枠が取れなくなっちゃう、日付が日程が合わなくてっていうのを防ぐためにコース制卒業みたいな道を設けるような形にして、でも卒業したからって縁が切れちゃうわけじゃなくて、定期的に接触頻度を高めておけば忘れられることはないような状態で、たまのイベントとか来てもらっていたりとかしていたんですね。なので集客上はどうしても新規にフォーカスはいくんですけれども、一方でその顧客獲得コストっていうのがありましてですね、新規の方があなたの教室を知ってもらうために、SNS でもいいです、とりあえず無料だから、だけれども例えば広告とかを使うと大体獲得コストが、既存の人がそこにいて新しいのをもう一回やってくれるのに対して新規の人が来てくれるっていうのが5倍コストかかるって言われているのが通常なんですね、広告とか使った場合です。じゃあ広告使ってなきゃいいじゃないかっていう話はあるかもしれないですけども、結局広告使ってないけど SNS 頑張ってれば自分の時間を使ってることになるので、それが時給換算したら一体どれぐらいの時間を使ってるのかって換算すると、広告と実はあんまり変わんない、目に見えないお金が出てってるだけっていうね、そういうあれはあるんですけど、そっちの話はさておいて、おおよそ5倍くらいかかるというふうに言われてます。とするとですね、さっきのね卒業させてるっていう話はあるにしても、私その全体的なパイは広げてるんですよ。すごくボトムをね増やしていて、ボトムを増やしておくと、例えば新クラスができた時に一斉配信して新しいクラスできましたよっていうと、この方たちが一斉に手が上がる可能性があるんですね。そうするとこのパイが大きければ大きいほど、コースレッスン新しく立てたとしても埋めるのはそんなに難しくないし、イベントレッスンを埋めるのもそんなに難しくなかったりします。このパイがそもそも少なくて、この少ない人数ですごくキュルキュルに回してたら、この人たちってもう1回2回とか来れる時間とお金が足りない場合がありますよね。だからパイが広ければその分あるピンポイントの日付でイベントを立てたとしても誰かが来る確率が高いっていう、自分を知って接触してる人が多くそこにいるっていうのは、それを持ち続けられるっていうのは結構大きな財産になるんですね。だから新規を獲得する集客活動と同様に、もしくはそれ以上に顧客の、既存顧客のリピートですね、そちらを、どのように回していくかっていうことの、普段からのコミュニケーションをどうやって取ってるのかっていうのが案外重要になってきます。今いろいろ便利なツールがあって、LINE アットとかもありますし、私も今ちょっと皆様に今まではお届けできていなかったニュースレターとかですね、そういったものにもチャレンジをし始めております。なので一番集客っていう部分で実は大事なのが、その思い出してもらえる、あの人ならっていう、ここ結構大事なので、それができてるかできてないかっていうのが、実はその時ねパッと集客してるように見えるかもしれないんですけど、案外そうじゃない、案外そうじゃないですね。
その地道なものがあってそのベースがあるから申し込みが入るっていう考え方の方が正しくて、全くのゼロからだとやっぱりね難しいです。だから初年度は私もすごくブログいっぱい書いたし、露出度を高めて認知度を高めるっていうことをすごく力を入れたのは、そもそも触れ合ってない人からはやっぱり申し込みって したくないっていうかできないんですよ。それが分かったので、まずはね接触頻度を増やすしかなくて、私を知ってるから興味を持ってどうしようかなみたいな、うん、それを増やそうと思ったんですね。当然増やすためにはいろんな施策があって、ホームページ自体の順位を上げていくとかね、そういうのも上の方に行けば見てもらえるからっていうのがあるんですけれども、その活動が1年目は特に必須でしたね。で同時にこのパイを増やしていく。だから私は今コンサルタントとして活動していますけれども、なんていうんですかね、もちろん集客っていうか認知活動はねし続けてるんですけれども、お互いにとっていいタイミングでコンサル受けてくれればいいなと思う認知活動を続けてます。だからなんていうのかな、狩りのようにねガサッと狩ってるわけじゃなく、タイミングの問題だと思うので、必要な時に思い出してもらって、で必要な時に申し込みが入ればいいなっていう認知活動のここをねすごーくやってるんですよ。だからまあまあ行列ができるラーメン屋的なそこに列を作っといてねもらって、で入れる時になったら入ってもらうような感じで、こっちをいつもパンパンにしておきたいっていうね状態ではあるんで、今まあそれにちょっと近い状態は作れてきてるんですけれども、そういうモデルはね全然教室でもできると思いますので、それを理解して組み立てるか組み立てないかっていうのは非常に大きな点かなと思います。だから新規顧客は大事なんです。大事なんですけども、同様に既存顧客がたとえ時間のタイムラグがあったとしても2回目とか3回目っていうその地味なリピートを、まあ、適当な頻度で繰り返してもらえるように、計画を立てられるかっていうのも大きなポイントになると思いますので、ぜひご参考になさってください。それでは。